こんにちは、もやでございます。覇者の塔35回クリアしました。で、まあ記念にみたいな形でちょっとガチャを引こうかなと思って、まあせっかくなんかデッドラビッツっていうね新キャラがいるんで、それに向けてちょっとガチャをしとうかな、引こうかなと思います。覇者の塔クリアは、総プレイ時間6時間44分、総死亡数が、17回で、覇者の塔今回はクリアすることができました。ということで、じゃあ記念ガチャ引いていきたいと思います。いきましょう。デッドラビッツ狙いではあるけども、他に欲しいキャラは、アラミスがラック高いんで、アラミスと、ニーベルンゲンとベンケイ、ここら辺あたりがね、バッハが来たら悲しいバッハは来ないでくれという、そんな感じで。俺が欲しいキャラはそんな感じ。アーサー来たら超ラッキー。さあ活目せよ。今ツイキャス開きながらガチャやってるんで、止まってとりあえず。茨城同士、あ、茨城来てくれた以上、これが6時間44分の結果でした。またのご視聴よろしくお願いします。それではバイバイ。